アルンヘムに立つカレルの石像カレルファーンへ不問とは、ドイツオランダ系のゲルデルン公。第三次ゲルデルン継承戦争における中心人物として知られる。ゲルデルン公アドルフとその妻で、ブルボン公シャルル一世の娘であるカトリーヌの間に、双子の片割れとして生まれた。双子の姉フィリッパは、ロレーヌ公ルネ二世に嫁いだ。父と、祖父、アルノルトの家督争いを利用して、 ゲルデルン公領を奪取した義理のオジブルゴー入皇、シャルルの宮廷で養育された。成長すると、ブルゴー入皇尺家のフランス王家との戦争に従軍し、1487年にはベティーヌにおいて、フランス側の捕虜となっている。1492年、ゲルデルンの盗賊は、シャルル都市信仰の娘婿である神聖ローマ皇帝、マクシミリアン一世の失勢に反発し、 彼に代わって正当なゲルデルン公爵家相続人であるカレルを公爵に衰退した。カレルはフランス王家の支援で公爵位を保っていたが、1505年にマクシミリアン皇帝の長男であるカスティーリオ・王フィリップがゲルデルン皇領を再征服し、カレルは捕らえられてフィリップの家臣に戻された。翌1506年、カレルはスペインに連行され、 フィリップのカスティーリャ王体観式に出席させられたが、隙を見てアントウェルペンに逃亡した。フィリップがその直後に急死したこともあり、カレルは1513年7月までにデルデルン公領全域に対する支配権を回復した。カレルはその後もハプスブルク家との継争を続け、フリース人海賊の統領 B やカルロフドーニアが、 引きいるアルムの黒党が起こしたハムハプスブルクの農民反乱にも当初は資金援助を行ったが、その後に反乱軍と敵対すると支援を取りやめた。1528年に新生ローマ皇帝カール五世との間にホルクム条約を結んで和解を試みるが合意に達せず、両者は1536年にフランフェ条約を結んでようやく和解した。1519年2月5日に、 リューネブルク公、ハインリヒ一世の娘エリーザベトと結婚したが、間に子供はなかった。ただし、カレルには何人かの愛称との間に6人の諸子がいた。1538年に死去し、ボツチアルンヘムの聖エウセビウス教会に葬られた。ゲルデルン公領の相続をめぐり、カレルの親族のユーリヒクレー・フェベルク公・ビルヘルムと、カール皇帝との間で形争が再開された。 ありがとうございます。